インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3,GO! さて今日は家のすぐそばではありますけれども、外交にちょっとお出かけをしております。久しぶりに外交をね見に行こうということなんですけれども、まあちょっとね、制作しなきゃいけない動画があったりとかして、しばし、動画を作っておりませんが、またちゃんと今日からっていうか、ここから動画出しますので皆さんご勘弁ください。さあやってきたのは八代市の外交です。何を皆さんにお見せしたいのか、さあ先まで行ってみましょう。というわけでやってまいりました、くまモンポッド。くまモンが相変わらずいっぱいいる場所ですが、このくまモンポッドで皆さんにお見せしたいのは、はい、真正面にあるあの船です。さあということで見てください、こちらが日本の豪華客船くまモンじゃねえや日本丸ですね。雨も上がっていい感じになってきておりますが、屋久島かな、今から屋久島を巡るこの八代港出発の豪華客船ということになります。久しぶりにね、本当に久しぶりに、ここにこのくまモンポートに豪華客船が来たということで、海外の豪華客船は来てませんけど、日本の豪華客船が久しぶりにやってまいりました。これ出発あと 2,30 分かな、何かが行われていて何か拍手が起きてますけど、いやーこれで少しなんか八代にいてもちょっと景気的にね変わってくるかなっていう気がしますね。これからこの港に、まあ、いろんな人がねやってきて、八代を出発点としても、あるいは寄り場所としてもいろいろ活用してもらえるんじゃないかなと思います。はーい、一回乗ってみたい。多分今回の3日間のでも多分10万から30万ぐらい、50万ぐらいかな、一番高いところでの料金がかかるそうでありますけど、何のセレモニーやってんすかね。なんかテレビ局とか来てますね、中にね。あと花束持ってる市長なのかしら全くこっから見ることができないんですけど、すげえな、やっぱちょっとかっこいいね、めちゃめちゃかっこいい。ああ、ということで、少しずつコロナのねなんか脅威というか、全てをねコロナから怖がって動かなかった経済というか、そういったものがなんか動き出す象徴みたいで、今回はこれを皆さんにお見せしたいと思って動画撮りました。多分これからもっともっとね豪華客船来たりとかしてくれると思うんで、まあ今回はこれを見せたいということでした。出発まで痛いけどちょっと小寒いから分かります。以上です。あと続き Thank you for your listening GoodAir.com Stay tuned。 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ GoodAir では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。